はい、皆さんこんにちは。まあこうとうとうですね、ルビックス GH6 の後継機になるのかな、 GH7 がですね発表されましたね。これですね、とってもですね、中身を見たらですね、すごいモデルだなと感じております。私ですね、その GH6 も持っておりましたし、 S5、S5 Mark II とですね、まあかなりですね、どっぷりルミックスシリーズに使っていて、まあ、ルミックスの使い心地だとか、まあ、映像色味だとかっていうのがですね、とっても好きなんですよ。でもまあ手放してしまったとかっていう理由もあって、それでですね、まあしばらくこういう風に L マウントっていうのはですね、まあ敬遠してたわけではないんですけど、ちょっとですね不安だったわけですね。そういうのをですね結構こう吹き飛ばしてくれるような感じで、最近ちょっと勢いづいていて、まあ、S9 って登場してる L マウントですよね。そしてマイクロフォーサーズマウントでこの GH7 っていうのが登場してきて、まあおそらくこの後にマイクロフォーサーズの、まあ廉価機って言ったらあれなんですけど、ちょっとイメージの違うモデルとかですね、コンパクトなモデルになるんじゃないかなっていうのが出てくるんじゃないかなっていうところ。そして L マウントに関してはこのですね S シリーズですね、 S5 ではなく S1 シリーズというのがどういうふうに変わってくるのかな、名前がまだちょっとわからないですね。 S1 だったら S1 マーク2なのか S2 になるのか、そういったところがちょっとわからなくはあるんですけど、そういった後継機の、まあ、期待値というのも上がってきていて、でですね、まあ、それ以外の映像だとか手ぶれ補正だとか、そういったものはとっても素晴らしかったので、まあ、そう機能がどういう風になってくるかなっていうのはようやく楽しみになってきたと感じております。で今回はですね、そういった背景、まあ、ルミックス S9 がですね発表された時に、まあ、ちょっといろいろとあってですね炎上してしまいましたね。それとっても残念なことだったと思うんですけど、今回はその GH7 ということで、その発表されてもうホームページにですね反映されてるんですね。そのホームページ上の情報をですね、ちょっとですね GH6 と GH7 で見比べていってみて、まあ、違うところっていうのをですね見ながらですね、 GH7 がどういったカメラかっていうのをですね一緒に見ていってみようかなと思う動画となっております。ではですね、そういったところを見ております、画面をですねスクリーンショットしております映像の方に移りたいと思います。はい、とうとう登場しましたね、この GH7。 こちらのですねお話を本日ちょっとしていきたいと思うんですね。まあこのですね基本性能がアップ、まあ次のモデルっていうかブラッシュアップモデルという印象です。GH6 から。そしてですね、まあ、違いというのも結構大事な点で、ぼちぼちとありますので、そういったのをですね、動画のですね、後での方でですね、お話ししていきたいと思います。価格の方は、このようにですね、オープン価格となっているので、こちらでパッとはわからないんですけど、ちょっとですね、注釈下の方に文字で入れておこうと思います。はい、GH7 となっております。外観はですね、GH6 ともうほぼ差がない、同じ形ですね。サイズも大きく変わりがございません。重さがですね、ちょこっと軽くなっております。これがですね結構大きな変更ですね。このダイナミックレンジブーストはですね、まあ、ISO 500から設定可能となっていて、これがですねとっても便利です。他このようにですねフル HD240p、 4K120p 記録が可能となっておりますね。でこれが最も皆さん恩恵預かるんじゃないかなと思うんですけど、このさまざまな被写体にフォーカスし続ける進化したリアルタイム認識 AF、 これはですね増面位操作を採用しているので、コントラストに比べるとやっぱりですねしっかりと合ってくれるなという感じがすると思います。そしてここですね、この手ぶれ補正、これはもう本当にすごいので、ぜひですね体験していただきたいなと思います。プロレスローにプロレス対応していて、まあ、このですねボディ内でこれがですね収録できるはずなので、この辺というのも楽しみ。そしてですね外部収録でどのような形になっているのかなっていうのをちょっとですね楽しみなところでですね、この 32bit フロート録音対応していたり、アリログ C3 に対応している、これが新しい機能だと思うんですが、このフロート録音っていうのはその他のですね音声の収録機でもできたと思うんですが、このカメラ本体と、まあ、このアクセサリーを使うといっても、そのカメラ本体でできるようになったのって初めてなんじゃないのかなと思います。そしてこのログ C3、 アリのログ C3 ですね、これどういう風な違いがあるのかなって私この後ちょっといろいろ調べてみようと思ってるんですけど、これも楽しみな点です。ただですね、これはですね別売りとなっていると思います。これですね、チルトフリーアングルモニター、このようにチルトしてですねバリアングルモニターになるので、まあこのケーブル類との干渉がほぼないっていうのは素晴らしい点だと思います。放熱性能、防塵、防滴、対低温について、まあこのですね素晴らしいですね機能ですね、マイナス10度から40度までの対応だったと思います。こちらですね、この外付け SSD の動画記録に対応というところがありましたので、ちょっと見ていってみたいなと思いますね。動画記録においては高品質手圧縮の Apple ProRes 422HQ 最大 1.9GBps、 Apple ProRes Raw HQ 最大 4.2GBps 等々ですね、こういろいろなですねものに対応しておりますが、このようにビットレートの大きいですねファイルサイズの大きい動画データを最大 2TB のですね外付け SSD へダイレクトに記録することができるようになっております。まあこれ
がですねとても強い点だと思いますね。まあこれですね使ってる編集ソフトとかでもですねちょっとですねどれがいいのかなっていうのは変わってきてしまうと思うんですけど、こういったですね高品質な映像で簡単にですね本体と、まあ、この SSD のみで収録ができるっていうのは素晴らしい点だと思います。ではですねこちら発表されました GH7 ですね、6とまあどのような違いがあるのかなっていうのをですね簡単に雑談をしながらですねこう読み進めていってみたいなと思いますね。こういう風に画面収録をしながら横にこう似たような項目をですね完璧に一緒でないで並べていって違うところを話していきたいと思います。まあ、このようにマイクロフォーサーズでまずですねここですねこちらではライブモスセンサーをですね採用しているに対して CMOS センサーという風になっていて画素数も若干の違いがあります。まあでもこの辺はですねちょっと誤差程度なのかなみたいな感じですね。で他にですね違いというところで読み進めていってみたいと思います。このですね動画も静止画もですねちょっとこのアスペクト比やこのサイズとかですねそういったものはデータが多すぎるので別途ですねホームページ上にですねアップロードされているのでそちらをですね見ていただく方が把握は早いと思います。そしてですねこちらですねラチチュードですねこれが13プラスストップとなっておりまして、まあこれダイナミックレンジブーストをですね使った時にこのような形になっています。ただですねこの 60fps 以下という風になっていてこれがですね 61fps 以上になると12プラスに変わりますね。であとこちらですねこのアリログ C3 でいいのかな、まあこの読み方がちょっと私わからないんですがというですね新しいログがですねログモードがですね搭載されました。こちら優勝のようですね。に対してこのように GH6 の方では13プラスストップダイナミックレンジブーストオン時12プラスストップダイナミックレンジブーストオフ時となっておりまして、ここはですねこのダイナミックレンジブーストのオンオフではなくなったのかなっていう風にですね、まあ、この文面だとですねちょっと感じてしまいますね。ただこのダイナミックレンジブーストに関しましてはこの GH7 にもあり、まあ、あの暗所のノイズ等も減ってですねとても使いやすくなったという風にですね書いてあったので私とってもこれ楽しみな点ですね。で今回ですね大きく変わったなと思うのがこの音声圧縮方式のところですね。この GH6 の方ではですねこの 48kHz 24bit にとあと 96kHz の 24bit 等々だったんで、まあ普通のですねあのカメラの音声フォーマット、ただですね GH6 もとても音良かったのを覚えておりますので、それがさらに強化されたのが GH7 になっております。大きな違いはこれですねフロート形式に対応したところですね。この DMWXLR2 装着時のみのようなんですけど、まあその外部のですねマイクロフォンアダプターを装着することによって本体とそのアダプターだけでですねこのフロート形式の動画が収録できるようになった。そしてこの4チャンですね収録できるのでとってもですねこのあたり使いやすいんじゃないかなと感じますね。はい、これが先ほどの話なんですけど、この動画記録モード一覧というのは別途使用書を見てくださいとなっておりまして、とてもですね多いのがわかります。この辺はですねこのように今ずらっとですね GH6 の方に載っておりますが、これよりさらに多くなったんじゃないかなぐらいの量があると思いますので、ゆっくりですねここは見ていただきたいなと思いますね。他の機能はですねこのように似た感じとなっていて、このようにですねシャッター速度原因操作も秒ISO角度ISO秒デシベル表示切り替え可能、これ両方ともですね同じような感じで、8ビット10ビットもですね切り替えできて似たような感じですね。そしてこのログビューアシストがちょっと変わりました。ラットライブラリーに統合となっております。 Vlog、まあ、あのこのですね1から39までセットができるようになっているようで、今まではですねこのセット1234だけだったようですね。私このあたりですね使いこなしてはいなかったので、ちょっとですねこういう機能もこれだけ拡充されたんだなってのを見れて、とっても楽しみな点が増えているなと感じました。そしてここですね、このウェーブフォームとベクトルスコープ表示というのは両方ともできるんですけど、これがルミックスシリーズのとっても強いところですね。液晶のですね表示方式っていうのをいろいろ選べまして、このウェーブフォームをですね同時表示させることによってかなりですね収録に役立ったのを覚えております。このあたりの機能っていうのの豊富さだとか自由さっていうのは私はルミックスのですねとても強い点だなと思ってますね。であとここストリーミング時の青枠表示っていうのが増えました。これはですね GH6 にはないみたいなので、このストリーミングをしてる時にですね青枠で表示してくれるというですね分かりやすく差別化されている形だと思います。このですねタイムコードの取得等々もですね元からこの GH6 からついておりますが引き継がれているようですね。そしてですねここちょっと私気になっているところなんですよ。このファインダーですね、ファインダーこれ大きくは変わってないんですよ。 OLED のですねまあこの368万ドットの、まあ、とてもですね見やすかったところは記憶してるんですが、これですね倍率のところ 35mm 換算の時に GH6 の時は 0.76 倍だったのが 0.8 倍までですね大きくなってるんですね。このあたりが
とってもですね見やすくなってるっていうのは悪いこと全くなくて、とても楽しみなところ。ただですね、この視度調整範囲がですね、このプラスの方がですね 2.0 までに対して、この GH6 のはプラスの 3.0 だったので、これがですねどれぐらい影響あるのかな、おそらくないからですね削られたのだとは思うんですけど、ちょこっと気になりましたね。そしてここはですね、もう大部分の人がですね恩恵預かるであろうというところ、 GH6 はコントラスト AF のみでした。ただですね、この DFD の技術を採用していて、まあ、とってもですね合いやすかったんですけど、動画の時にやっぱり外れたりすることっていうのは多かったなという印象がございました。に対しまして、この GH7 ではとうとう増面位操作オートフォーカスがですね採用されましたね。私ですね、これはですね、あの GH6 で採用されると良かったなと思っていたところで、まあ採用されてないかなみたいな気持ちをですね、もう一輪の望みをかけてですね購入してみたんですけど、なかった。それがとっても残念だったなと思っているところなので、とってもありがたいところでございます。そしてですね、ここがまあちょこっとですね分かりにくい感じではあるんですけど、このですね位相感度ですね、もう静止画の時はだいたいまあこんな感じなんですが、この動画になるとですね、ちょこっとですね見方が変わると言ったらいいのかな。この表記がですね60以下というのが100から12800で、60以上がですね、まあ、100から3200、4000から12800、このベース ISO 100っていうところで、おそらくベース ISO 100とこのですね拡張 ISO 4000となってるんだと思うんですけど、この辺もですねこの表記で、まあ、こういうことかっていうのをですねよく考えないとちょっと把握まだしにくいなと思います。でこの Vlog になることによって500から12800になっていて、それがですねこの60と62、あ、60以下と61以上かな、まあそのですね違いが出ています。これがダイナミックレンジブーストのところだと思うんですけど、この GH6 のはちゃんとダイナミックレンジブーストっていうのオンオフっていうあの表記があるんですね。これがないことがですねちょっとですね分かりにくくなっちゃってるなと私は感じます。でこのアリログ C3 ですね、このソフトウェアアップグレードキーにてですね使用可能になるというものなんですが、こちらは320から12800に対して61より上で以上ですねだと160から3200というふうになってます。この辺もどういうふうになってるのかなっていうのはですねちょっとですね気になってくるところですね。使っていく上でいいのか悪いのか、どういうふうに感じるかっていうのもちょっと楽しみなところ。まあそしてですねこのハイブリッドログガンマのところなんですけど、このような表記となっていて、これもですねログに似たような表記になってますね。そして ISO の方はですね下限が100から12800、同じですね。でこの上限の方が200から25600となっております。そしてですねもうこれ十分以上にですね十分すぎた強力な手ブレ補正なんですけど、同じようにですねこのデュアル IS の時にはですね 7.5 段相当って言ったらいいのかなの手ブレ補正効果、本体だけでもそれだけあるんですが、やっぱり対応してるレンズだとですねもうピタッと止まる感覚はとても強かったです。そしてこの電子補正ですね、これがですね強標準オフとなっていて、この強モードがですねとってもですねいいみたいなんですね。私もちょっと家電量販店さんとかでですねこの S5 Mark II と、G9 Pro 2でですね試したことあるんですけど、まあ、これすごいなと思いました。ただこの手ブレ補正ブーストが昔からあって、これもですねこのピタッと止まってる状態で三脚に固定しないで手持ちでもこれだけしっかりと手ブレを抑えられるんだなっていうのですごかったっていうふうに記憶しているので、それがさらに強化されているイメージ。この手ブレ補正ブーストっていうのは要は止まってる時に使うもんっていう認識なんですね。に対して動いてる時はこの電子補正で、まあこのオフの状態でも手ブレ補正ってしっかりと効いてるんですが、強と標準とさらにですねこの選ぶことができて、強にすることによってクロップ率は上がってしまうんですけど、ほんとジンバルいらずぐらいの手ブレ補正が効くというところが素晴らしいこのですね機能となっております。でホワイトバランスの方もですね、このホワイトバランスブラケットというですね機能が追加されておりますね。アイシャッター等もこのフォーカルプレーンシャッター、こちら通常のシャッターですね。で静止画がメカシャッター、数値上は大きな差っていうのはこうバーッと見てるとないんですが、このクリエイティブ動画モード、動画露出設定 M 選択かつ MF 時は8分の1秒まで設定可能となっております。これがですねちょっとどういう機能かっていうのはちょっと私はわからないんですけど、まあ、こういう機能もついているというところですね。でこのサイレントシャッター等とこの機能は大きく変わらないかなと思います。電子シャッターっていうのはですねシャッターっていうところがついているだけで特に変わりないのかな。でこのハイレゾモードも搭載されている、このハイレゾモードがですねとってもですね楽しいモードなので使っていただきたいです。でこの辺がですね大きく変わったかな、写真面でこのプリレンシャがですね採用されてます。これもですねプリレンシャっていうところで、あの撮影を開始する前からですね、まあおそらく収録できているという機能になると思うんですけど、 GH6 にはなかったので写真面でもとっても強化されているのがこういうところでもわかりますね。その他のスペックは大きな違いはないかなと、このこれを見るだけではですね感じますね。そしてここはちょこっとですねあのダウングレードというかですね数字が小さくなっちゃっている。この最大撮影コマ数っていうのがローレンシャの時はロープラス JPEG で190コマで、 JPEG レンシャの時は190コマ、 UHS2
の、まあ、SD カードの方ですね、使用時となっておりますが、両方ともですね200コマ同士っていう形だったんですけど、おそらくこのですねプリ連写機能のところでちょっとオミットされちゃってるのかなという感じがいたしますね。でそれ以外はですね上がってますね。 SH というモードだけで H と M と L に関しては、まあ、170コマっていう風に数字になってますし、165コマということで40、40だったのに対して、まあ、大きくですねこの辺はもうあの性能向上してるのが分かります。ただですねメインはやっぱりこの CF エクスプレスタイプ B カードを使用している時だなっていう感じがいたしますね。そしてモニターなんですけど、これはですね数字上は違いがないかなと思います。でこのフラッシュのところですね、フラッシュも250分の1秒以下がこの同調速度で、大きなですね違いはないかなと思いますね。でこれがですねちょっとどうなってるのかなっていうのは使ってみないとはっきりと言えないところなんですけど、このフィルターの機能がなくなったのかな、フォトスタイル画質調整というところで機能は大きくですね、まあ、追加増強されているんですけど、フィルターの項目が消えています。でライブビューコンポジットはですねこの対応しておりまして、最大3時間シャッターディレイ8秒から4秒2秒1秒オフとなっていて、ここはなかった機能が追加されております。でハイレゾモードですね、これとってもですね面白いので、先ほども言いましたけど使っていただきたいなと思いますね。まあ、こういう風に見るとやっぱりこの GH6 ってもとても機能はですね素晴らしかったんだなって改めて思いますね。で HDMI の性能等がこのようになっております。パッと左右で見比べた感じでは、まあ大きな差はなさそうですね。この過酷な環境下でもとても使いやすいというのがこのルミックスさんのですね利点でもあるんですけど、やはりこの防塵防滴、そしてですねその気温ですね、マイナス10度からプラス40度までだっけかなに対応していると書いてあるのが GH6 で、おそらくですね7も同じような感じ、両方ともですねこの空冷のファンがついているっていうところがですねすごく推しなので、まああの安心安定のそういった機能だと思っていただければと思います。バッテリーのですねこの静止画撮影可能枚数に関しては大きな差がなさそうですね。こちらの連続撮影可能時間が100分ちょこっとだけ上がっております。この辺はどういうことなのかな、この90分に対して100分となっていて、少しだけこういったところで効率が上がっているのかもしれないですね。同じくこの実撮影可能時間というのも50分45分となっているので、まあ電力効率っていうのが良くなっているのかもしれないです。そしてこの辺ですね、この質量というところが805グラムになっていて、20グラム近くですね軽くなってるんですね。まあパッと思った時に感じないかもしれないんですけど、こういうの長く持ってるとですね結構大事な差だと思うので、 20g って小さくはないと思いますね。外観は全く一緒という形になっております。はい、こちらですねこの推奨使用温度っていうのがマイナス10度から40度となっております。これすごいと思いますね。はい、こちらでですねこのように比較をしていってみました。このですねそれぞれの使用というのを違いをですね主になんですけど見てみましたね。はい、このような形でですね GH7 と GH6 の違いみたいな形ですね軽く見てみて、 GH7 がですねどういったカメラかっていうのもですね並行して見てみました。まあ感じからするとですねその GH6 のマーク2かなと捉えられる内容ではあるんですけど、私はですねもう完全にですね GH7 後継機でいいんじゃないかなと感じております。というのもですねやっぱりオートフォーカスのですねこの仕組みが全く変わっているっていうのはすごく大きいです。もう別のカメラになったって言ってもいいんじゃないかなと思いますね。 GH6 がですねまあそのオートフォーカス不満だったかっていうと、不満に思うシーンっていうのは少なかったと思うんですけど、やっぱりですねその他の像面操作を搭載しているその他の会社のですねカメラたちと比べると、同グレードだとやっぱり遅いかなって感じる、まあ合わないかなって感じる、迷い出すと戻ってこないって感じるというシーンは多かったのは否めなかったと思います。そういうのがですね良くなっている。これはですねどういった層にいいかっていうと、私みたいな層なんですね。こういう風に動画や写真楽しんでいるけど、まあ撮影がですね上手な方って、マニュアルフォーカスだとかそういうのでも簡単に合わせることできて、そんなに大きなマイナス要素じゃなかったと思うんです。でもですね私のようにですねあんまり撮影もそういったの上手じゃない人に、私は上手じゃないので、そういう人たちにはオートフォーカスの優秀さっていうのと外さなさっていうのはとっても大事な要素になるんですね。なのでその辺がですねすごく向上しているっていうのはですね、もうあのこのですね像面操作を採用した S5 Mark II、S5 Mark IIX とあと G9 Pro 2ですね、このあたりで証明されてると思うんですね。なので今回の GH7 っていうのはもう本当に成熟しきったモデルなんじゃないのかなっていう印象がとっても強いです。まあ 4K はですね安定して使いたいよっていう方にはです
ですね、このマイクロフォーサーズも、まあ、ある程度リーズナブルなレンズ群も使えたりだとか、それこそレンズがコンパクトで高性能なものっていうのも多いんですよ。大きいレンズもありますけどね、まあ、その大きいレンズはもう超高性能と考えていただければいいと思うので、そういう使い分けができる、これがですねとっても面白いと思うんですね。で、見比べていってみて感じたのが、意外とその写真に関わる性能っていうのが向上している。特にプリ録画機能っていうのかな、プリ連写機能かというのがですね採用されているっていうのは、写真の特にこう連写をしたい方たちにとってはですね、とっても大きい内容なんじゃないかな、大きい変更点じゃないのかなと私は感じました。あとはですね、ファインダーが見やすくなっている、これも大きいですよね。そういったですね微妙に違うんだけど、もう今までよりもはるかに便利になっているという点はですね、すごく高く評価ができると思うんですね。まあ元からですね、この GH シリーズって優秀なボディばっかりだったんですけど、まあ GH も7となって、間にですね、GH5S と GH5M2 かなっていうのがあったりとかして、まあモデルの数でいうと結構ですね、長い歴史とともに、こういろんな数字で、まあ、バリエーションのモデルっていうのが登場してるんですが、あとボックスモデルもありますね。そのような形でこの7と来て、かなりですね、安心安定のですねカメラになったんじゃないかなと思っております。 GH7 発売されてですね、 GHX に思っていたこととかっていうのも私ですねノートにもちょっと記してるんですけど、ノートに記してることっていうのもですね、まあ、自分のこの雑談感想っていうのも含めてですね、今度ちょっと動画にまとめてみようと思っているので、これは GHX というよりはですね、ルミックスシリーズに対しての気持ちなのかなというのがあるので、そちらもですね今度動画にしてちょっと聞いていただければなと思いますね。私ですね、あんまりこう喋ったりするっていうのがすごく得意なわけではないので、まとめてみたものをこの読みながらですね皆さんにお伝えしていければなと思うんですが、もう私もう率直にですねルミックスシリーズが好きっていうのでですね、今回もすごく前向きに考えて、まあ、この GH7 っていうのをですね見ていきたいなと思っております。というところでですね、この GH7 が登場しましたってすごく明るいニュースだと思うので、マイクロフォーサーズですね、マイクロフォーサーズらしい使い方っていうのをコンパクトなモデルで G100D、 これファインダーもとっても綺麗ですね、今ちょっとですね YouTube でですね盛り上がってるモデルだと思うんですけど、それとですねもっとプロフェッショナル向けなモデル、写真は G9 Pro 2と GH6 であって、それこそ OMDS の方でもですね OM1M2 とかって出ていて、ものすごくですねこのコンパクトハイスペックっていうのはですね、もう訴求力のあるモデルたちだと思うので、また改めてですねこのマイクロフォーサーズらしさっていうのをですね、もうこのガンガン発揮していってもらいたいなと思っております。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。バイバーイ。